ルクみたいな中性的な顔が好きなんでしょ。そうですね、その男女してる、その女の子とも付き合ったことあってね、言ってたよね。そうだから、女の子も結構すごいね、それ。でもチンコついてないからなんかやっぱり気持ちくねえなってなって、なんかちげえなって。でも私の周り結構バイ結構いるけど。でも言おられますよ、それ。いやでもね、私の友達、私が本当に棒が好きだから、そうそう、棒好きだから。なんで似合ってすんの。尾形ちゃんと、何ちゃんの。いや私、くるみそらです。くるみちゃん、くるみちゃんは結局何キャラなの。いや私はなんか元アイドルで仮面女子ってグループにいたんですけど、で今はなんか MC バトルちょいちょい出てて。仮面女子だったの。そうです。仮面女子の時は仮面つけてたの。じゃ仮面つけてました。でも下はつけないみたいな。え、下はつけないって。明日のゴムつけねえみたいな。あ、そっちに。びっくりした、びっくりした。服着ないで仮面だけで武道会じゃんの。で仮面武道会。夜の武道会。いや、そのくるみちゃんとかは普段何して遊ぶの。え、なんだろう、ラップしてます。え、いや普段その交友関係はどの辺なの。うーん、ラッパーなの。もちろん。もうアイドルとか YouTuber とか。へえ。あとは東大生と慶応生と早稲田生が好きですね。すごい。なんか頭いい方が好きです。なんでなんそれは。あ、なんか友達でそういう人が多くて。へえ。大学生の年なんで、年代的に。適当やろ。適当じゃないですか。適当、適当じゃない。確かに25歳か。あ、違うんですか。大学院。長くて25。あ、みんなの留年、浪年だっけ、なんかしてるんですよ。そう、それで大学院。そう、それでなんか生産性ある会話が好きなんで、自分よりは多分生産性ある会話が好きだ。普段何してるの。生産性ある会話が好きなの。109の前とか。え、違う。私渋谷だよ、うち。本当ですか。うん、え、じゃあ何めちゃくちゃ個人用。全然いい。私は普段何して遊ぶんですか。酒飲んで。私はジム。あ、関係。私はもうほぼトレーニングしかしてない、マジで。え、マジで努力家。いや、私はマジで遊び行かないよね。女の股の力と書いて努力のととは、この女のことです。いやいやいや、私なんて言えばいいのかな。お、あの仕事がない時はとにかく女の股の力で努力の、あ、そういうこと。いや、そうなの。なるほどね。時差できました。そう、あの、それで埋めっから、子供、それで埋めっから。普段の収入は何なの。おじさんからお金もらってます。私は YouTube。 ちょっとおもろい。なるほどね。4人ぐらいに口座教えてやって、とりあえずなんか家庭振り込まれるシステム。いいよね。あ、もう私も振り込んでもらいたいわ。いや、余裕でしょ。それは大体どれぐらいとか言えるの。いや、え、まあ、月収みたいなやつか。大体で。大体100から150ぐらいですかね。マジで。いや、全然1人当たり。いや、じゃなくて合計4人でって、ね。うん、いいな。それは体もなんか。いや、ないです、ないです。遠隔です。でも会う時もあるしみたいな。ご飯行きます。遠隔パッパカだから会わないで電話。でもなんかこの間100万でやりました。100万なら全然いいかなと思って。いいじゃん、100万もくれる。100万でやろう。なんか日本に1個しかないベンツで乗ってきてお迎えに来てくれて、ブイーンって開いて。じゃあ特定されるやん。ここで開くんですよ、こうで。手の甲じゃないと開かない。あんまり言わない方がいいかも。かっこいい。やばいかな。日本に1台しかない。やばいっていうか。人はもう特定できるよね。やばくない。てか、だって1台しかないじゃん。別にされてもよくね、どうでもよくね。でもいいな、私もそんな。だから私、中国人めっちゃ狙ってますもん。絶対金ある。うん、